よし、やりましょう。自分やってんな。オルゴールになってんな。よし、つうわけでじゃあやっていきましょうか。ちょっとごめんなさい。これで OK かな。持ち物は OK。 さてじゃあ行きましょうか。イランス引けといいな。あ、これいきなり、これ3あっていいと思うんだけどね。ゴーストは開幕2歩移動って、はい、これで上がるかな。はい、はいか。歩いちゃった。あいつは無理。お、パン。飛行が欲しいね。で、まだだな。なんかヘリかなんか。お、呪われてんのよ。最悪なんだけど、マジ金のさ、狙われてる、狙われてる、呪われてる率やばいんだけど、マジ。減るな。うん、歩きはそんな変わ、そんなとか変わってないな。1だぜこの剣。ないよりマシっていうか、外せない分ない方がいいっていう。
お、ドロシー。いいね。7はでかいな。キリン。50で上がるかな。ないな。あ。はい。助かったー。うん。あれ？これはないんだよな。ピンクが何毒？あんまねえんだよな。ドロッシー拾って。あれ、いたっけ、ゴースト。水色。はい。いい剣出ねえかな。ダメだねあれは。キノさん出すぎだろ。ルーラソー。これは1まで行くのか。腹がなぁ、しゃねえな。
妖艶。羊が2個目。お腹が。くっそ下げられたな。4か。毒消しが欲しい。あー、あいついつもなんかそんなとこいんねん。黄色茶色。あー、きちいな。やべ、危ない危ない危ない。もう一個ぐらいレベル上げたいとこだけど、盾はいいんだけど力ねえしな。ミイラがちょっと厳しい。
怖っ。ああ。また落とし穴。欲しいな。てか落とし穴、2回 ?3 回目インパス。これどうしよう。嘘。ほら。やったー。毒消しを、毒消しをください。
ああ、一応パンとかもあるか。ふう。HP が3ポイント。3?欲しいな。うわ、ビタかよ。いやー、まあどっちみち無理だったな、こんな。下げられすぎや。毒消し出んかったな。3?なるほど。出だしとしては。よし、インパスだといいな。
マジか。ちょっといいぞ。うい、もっとだね。あ、しまった。また下げられちゃうかな。全然無理じゃん。キノコ全然無理じゃん。あいつなんで草投げてんの。食った方が早いのに。あれは良くないですね。あれは良くないっすね。あかんなこれ。あー、やるしかねえな、さすがに。3か。スモールグルまだ無理か。やっといけた。
だって投げつけたらわからない薬草の方、薬草じゃねえ、わからない草の方が多いかんね普通に。うん、あいつ分かってねえな。副作用にビビりすぎなんで。キリンか、これはないな、そっちは多分。なんで今トルネコやってんのかは知らんけど、コンボいらねえ。はぐれメタル出ねえかな。トルネコブーム2人しかやってねえけど、みんなトルネコやれ、おもろいぞトルネコ。序盤はこれ結構、まあ守りに余裕があれば結構いい経験値稼ぎにはなるからな。ここあんのかな、ここはなんかありましたね。もう行っちゃっていいかなとりあえず。お、センキュー。お、6になった。へい、しまった。どうしようか。コンボでじゃ。パンね。パンで、これインパスか祈り、インパスか祈り、まあやっちゃっていいかな。いや、やめとこ。まだもっとなんかあるだろう。リリパ、これは魔導士。ショップとか壺がないからシンプルだけど、あれ今なんか覗いた。ほんと入り口いんのやめてくんねえかな。回り道しねえといけねえじゃねえかおい、しかも両サイド塞いでっと、こいつなめてんのか。金プライチハグメタ欲しいね。ハグメタ来たらだいぶ変わるね話が。ミイラ男がまだきついな。よし、はい、もったいなかった。あっちか、しまった。なんでこっち来てんだ
下手くそ、いや慌ててる。いや、むしろありがたい、これは。うん、ありがたい。はあ、青い。え、これなんだろう、3つあるんだよな。おとぎりそう。出たっけ、おとぎり。3つ。サル、インパス、オッケー。あと祈りね。マサルはあと弓矢稼ぎはあんまりそんなにおすすめではないんだよな。時間かかるし、まあパンつか腹に余裕があるときはいいんだけど、わかったわかった、やっぱベビーのおかげだね。ほんとこいつ嫌い。全然来てくれなかった。ハグメタ欲しいな。いやー、撃つべきだったね。窓足ね。腐ったパン多いな、おい。ブー。43か、そろそろきつくなってくんな、43だと。リホー強剣だといいな。ゴミ。こいつ意外と勝てんだよな。羊を数えるって、そうなんだ。スリープとシープかけてるんだ。
へえ。そんなとこから来てんだ。金縛り。いやー寄るねー、寄ってる寄ってる。あー魔導士はもういけんのかな。主任に口なし。今日ポケモンやろっかな。はい。お前ポンニャやりたいんか。やりたいならやりたいなら、ああなんで急にポンニャが出てきたん。ポケモンつったじゃねえか。ある意味ポケモンなのか。なんだレミーラか。ポンニャな。磁石さんがね2週間ぐらいね音沙汰がないのでね、ちょっと心配ですね。なんもないといいけど。寄ってるそういうことか。寄ってるよなあのゲーム。おいはぐれメタル来た。これ乗られてても OK。 よいよい、うらちょっと待って、いくつだったっけ。精度4か、4から10だかんな。あ何やってんだ。2.5 倍。オッケーオッケー。ちょっと波が来てましたね。ハグメタはでかい。修正値プラスプラスだとよかったんだけど、まあしょうがない。どうせなら飛行とかも欲しいんだけど。オッケーが。ん？腐ったパン多いな。腐ったパン力下がっちゃうからな。まあ、一応持っとこう。あれが欲しいっす、早く。毒消しが欲しいな。緑、毒消しだと嬉しい。うーん、なんだこれ、なんだこれ。これはいや聖堂は一応まあゾンビ避けというか一応つけとっか。歩き移動はこれにしとっか。薬草食うのももったいないしな。腐ったパンだな。キメラ強えな。あしまった、今のワンチャン死んでたな。金、さてどうするか。ラリホー惑わし食っちゃう。いや食ってみっか。一個力、力か。
全然相手になんねえ。なんなんだよ。なんやムキムキやな。ふいっと。へいへい。もうない。まだでも5分あるのか。なんだ。はい。決して早く来てくれまして。まあまだマシな方だけど。薬草、あ、広いのか。あ、インパスいいね。なんだ。ゴミですね。モンスターの動きが速くなるぞ。死ね。なんか雑魚に、そっか、むしろあれか、笑い袋に振ればよかったか。来たむん。おい、ダブルハグメタ装備来たぞ、これ。正義のソロバンが弾きたいです。いくつだったっけ。3か3が7になりましたんで話が変わるね。なんで毒消しが早く欲しいとこっすね。羊祈りとかだといいな。目つぶし。別にいらねえな。はい。最強やな。2番目に強いです。彦
行欲しいな、やっぱ。てかもういけんだろ、こいつ。肩叩きされる。あ、でも効かねえな、やっぱ。やりすぎだ。よし。もうさすがにやりに行けるな、これで。まあどうしよう。よし。羊が2個。イオとかか。イオないんだ、そういえば。なんだ。お、バイキルト。神、勝ちました。ウェーイ。インパス。何の杖だ。先か。いや、とりあえずいいから早く毒消しくれ、マジで。ああ、トントンになった。これでトントンか。鎧強えんだな、やっぱ。ヒーラー男はいい。やべ、3つ下げられた、マジで。せき止めてる。大怪我。かなりいいんだけどな。毒消し出てくれてもいいんじゃないですか、そろそろ。バイキルト出るね。重々はいいね。鏡いいんです。金縛り、水色、なんだろう。毒消しじゃね、さすがに毒消しじゃね。三鏡な、ちょっとゾンビ用で欲しいんだけど、ちょっとかけてみるか。いける、よし。これ一応ゾンビ用で。
うん、帰ってきた。水色、これいい、いいな水色。あのえい、あー目薬、これさすがにもう毒消ししかないでしょ。さすがに幸せ毒消ししかないでしょ。え、倍切ると超出る。鏡時矢、カニバリズムか。カニバリズムはね、高校の時の先生がね言ってたね。先生は人間の肉はうまいと思うんだって言ってた。あのやばい人じゃない、やばい人じゃなくて、あの先生はね、そう、人間の肉をうまいって言っちゃうと食っちゃうやつがいっぱい出てくるからっていうあれで言ってたね。人間の肉食いたいっていうやべえ人ではない。そこだけ聞くとね、ほら最近あるじゃないですか、切り抜き、そう、悪意のある切り抜きはさ、ほら人間の肉うめえ。あのリンダキューブアゲインっていう、リンダキューブか、リンダキューブっていううつゲーがあるんだけど、リンダキューブのね、確かねボツになった、そう、動物を狩るゲームがあるんだけど、あれはすごかったよ。ボツになったものの一つに人肉っていうのがあるかんね、あれ。と言いそう。窓は知られ。面白い先生だったね。あだ名はルパンだったね。レミーラは欲しいぞ。何がいらないかな。ラリホー窓ガシ。人間はうまいのかまずいのか、果たしてどちらなんだろう。三鏡時矢、柳ちゃんのね髪をね、
ほら、こうすればもっと姉さんにそっくりだ。窓わし、えい、ゴミ。これ引き相当いいな。1110って、1110はいい感じ。これすごいな、序盤でこの数値はかなり。ただゴーレム君にはまだいけないんだよな。助かる。髪切るやべえやつ。そうね、2巻ね。あっこ結構好きだったよ。なんだっけ、ミラーハウスの鏡使ったフェイント。蒸発、火が水を消すだ、あれね。水で火は消える、小学生でも知ってるぜ。これ名言な。スラムダンクにも似たようなあれあるからね。ああ、それはあいつが悪い。赤は止まれだって。あれ何巻だっけ、あれも2巻ぐらいじゃなかったっけ。桜木がバスケやめるっつって、で、戻ってきたときに、赤は止まれだってやつね。あっこ好きなんだよな。桜木軍団っていいよな。烈火の炎ね。烈火の炎の中で一番やばいやつって誰なんだろうな。やっぱ、カイマとかなんのかな。あいつはやばかったかんな。カイマ、あとビジュアルも気持ち悪かったかんな。気持ち悪いおっさん。あれ嫌いだったね。嫌いっていうか気持ち悪いで言ったら、双角祭は相当気持ち悪かったね。あいつ、フーコのフィギュア作ってさ、舌でベロベロしてたとこ超気持ち悪かった。双角祭はやばいやつだったよな。なんか気に入った女を、壺の中に閉じ込めて、で、そのまんま、あれだよね。なんか希望を失って、廃人みたいになって殺しちゃうやつだったよね。フーコ、お前も俺のコレクションだ、みたいなやつだったよね。お、いいね。置いて、まあ、腐ったパンをパンにしてあげよう。双角祭ね、双角祭嫌いだわ。気持ち悪いな。なんかいるかなと。やべえやつって誰かいるか。やべえやつ、モクレンとかはな、なんだかんだで。なんかもっとなんかぶっ壊れてるやつ。禁断症状出てる時のガオは結構やべえ顔だったけど。ガセキオ、ガセキオ好きだった。5ぐらいでしかいんねえのか。まあ枠取るしいいや、とりあえず。
ラブ盗撮に。あべ、立って。一番狂ってるやつは、戦闘橋っていうとこで言ったら、あれもすごかったな。あの、あいつ、カドツ。カドツはなんかあれ、もう典型的なさ、あの、片言で喋るキャラだからさ、そら強えよね。あの喋り方で弱えわけがねえか。好きなやつ、誰かなあ。いやー、そういえば一個あったな。一個食って、じゃあ。あれが嫌だな。カドツ。どうせなら、あれ？あれ？弓矢？レミラインパス。あれ？弓矢一本残ってなかったっけ？うん。出た。劣化の方も面白かったよね。力の種どうする？もうしゃあねえか。これで一枠使うのもあれだしな。一個戻すか。本当はあんまり良くないんだけどね。少年だもんだって。解毒が出ないから。あ、未識別は。人形よけが欲しいな。あ、そっか。千里も地獄にもないんだ。思い出した。泥人形って何回からだっけ？もうそろそろ出てくるよな。お、鉄矢。あ、木の矢3になってる。まあいいべ、これで。ていうかあれだね、杖が全然出ねえや。か、しまった。盾変えるべきだった。途切りそう。こいつもやっとこう。ついてこられたら面倒い。しまった。だからな、インパスあったよな。分裂。
もうなんかとりあえず振った方がいいかな。振ってわかんないやつインパスだよな。なんかついつい使っちゃうんだよな。もったいないよなインパス。全然当たんねえ。全然当たんなかった。動く石像の攻撃。レッカ読み直したいね俺も。うん、あれは名作。サンデーで一番好きだな。サンデーで好きな漫画あげろって言われたらね、レッカの炎を、天使のこのまま行き、まあやっぱカラクリサーカスかな。サンデーの漫画あんまり読んでなかったんだけど、いやでもやっぱカラクリサーカス、レッカはめっちゃ好きだったわ。当時は俺サンデーレッカしか読んでなかったもん。みんなねガッシュとかおもろいって植木とかねいろいろ言ってたけど、地獄だったな今。こいつで試せばいいんだよな。これ増やすか。これ分裂投げちゃった。こいつを増やして経験値にしようと思ったんだが、イカガミ。マサルはなんで父への挑戦っていうタイトルで配信してんだろうな。ドラクエネタ。植木合唱です。面白いんだね。結構人気だったもんな。サンデーってあと何あるかな。俺スプリガンとかアームズ読んでねえんだよな。チューにめっちゃおもろいって言われたからな。チューがすげえ好きなんだよな。皆川亮次作品。サンデーってあと何ある。俺兄踏んじゃった超好きだったな。兄踏んじゃった名作だったな。サンデー何やるって、コナンとか犬夜叉とかいろいろあったわ。カラクリサーカス、ちなみに知ってる？カラクリサーカスめちゃくちゃ面白いぞ。なるみ兄ちゃんがちょっとかわいそすぎるんだよな。あの作中ででも一番強かったのは間違いなくなるみの師匠だけどな。師匠が強すぎる。インパスちょっと大事にしていくか。なるみの師匠クソかっこいいんだよな。死に方ぐらい選ばせろいって言うんだよな。死に場所だったっけ。あーやっちゃったよ。デイリーやめて本当に。マジでデイリーに罠仕掛けるのなめんな。マジでさっさからとりあえずいいか。どれ三河見つけるか。まあ何のためのサビオケだっていう。メッキ拾ってくれ。メッキ出ねえな。そういえばThank you.
で、こうか。これでよかったんだよな。くそ。マイナスのハグメタの盾拾ったって催眠術を自分にかけとこう。へこむわ。移動は基本三鏡にしよう。でメッキ手に入れたら、何？え、いやちょっと待って、今いたー、ハグメタちゃん。メタは絶対変わるぞ。待って、でも結局使うって。レモルってなんだっけ。クソだなこの杖。入ってっちゃった。ああ。ん？今いた？下。あ、これか。
これいつも黒いな。カラクリサーカス1巻分しかわかんない。とりあえず3巻まで読んでみ。めっちゃ続き読みたくなるから。3巻で序章が完結するから。うん、3巻まで読めば多分読みたくなると思う。続き、行こうか。あ、しまった、これあったじゃん。うわー、バカやっちゃったな。時の砂でサビ戻せばよかったじゃん。何やってんだよ、そういうとこなんだよね。あ、これさすがに毒消し。ルーラー持ってなかったの、まだ。上がんねえのか、まだ。インパス。しまった。もう切れた？
ピンク毒消し前の毒だよな、ピンクは。ちょっと待って、ここで。よし。いや、さすがに毒消し。毒素出てなかったっけ。終わった。しまった。もう。潰す。どうしよう。パン読む金縛り多いか。三巻そうだね、三巻まで読むとだいぶいい感じだよ。お、この漫画おもろくねってなる。俺は三巻まで読んで一気に最終巻まで読んじゃった。よし。オッケー、シャーカジズ。口なししかねえのかよ。なんで俺の方に行くんで。殴ったの俺じゃねえぞ。殴りすぎだろこいつ。てか2か2か。いやー、さすがにもうピンクってさっきのだったよなーって、さっきのシューだったよなと思っちゃった。へこむわこいつで。ちょっと経験値
アグメタの剣いらず。走る。え、強っ。なんか3発ぐらいでなんとかなんなかったか、さっき。矢撃ったからか。あ、ちょ待って。あ、どうか。上歩いてたのかな。かなりいいんだけどな。だいぶ、あー、強いて言えばもう一回やっぱ徹底してなかったな。サビ対策が、にしてもあれか、力にはやべえ。毒素そろそろ、毒素じゃねえや、毒消しそろそろ出てくれよ。やめろマドハン。いや、これ今度こそだろ。もう毒消ししかないでしょ。長かった。もうなかったよね。
主任に口なし。出ないからどこで、確か メッキ出ねえな。どうしますかね。腕は初。つけちゃおう。これなんだ。まあでもなんかまあデメリットではなさそうなんで、ああこいつら、なんだろうね、琥珀、わかんねえや。無理だ、勝てねえこの人。あれこれパンない。赤
かん、パンないわこれ。見てみようか。おおよ、これは勝ちたい。人形よけだ。窓ハン。ボミオス。ホモでいい。人形よけやば。これはちょっと。お腹が減ってきた。できた。飛行の盾を、イカ神をポイ。いける。あー、終わりました。呪われてることないじゃんよ。なさあ。やって、お腹がもう終わりそうなんだもん。あ、バカ、時の砂あったじゃねえか。何やってんだよ。俺いつも時の砂忘れちゃうな。俺あれ時の砂でもバカすぎるマジで。いや時の砂さ、試練になかったからさ、あれなんだよね、頭にねえんだよな。うわ、時の砂、完全に時の砂だったじゃん。当たりはマネマネなんだから。この人は本物では。一発、はい無理。
木の砂。いやー、やらかした。でもどっちみちパンがないから食いもんが。人形よけせっかく拾えたのにな。あ、ゼロになった。時の巣がね、使うの忘れちゃったよ。ドラキラもうすぐらいだもんね、ほぼ。腐ったパンもやっぱ残しとかないとダメだったか。パン、いやもうこれ食うしかねえ。腐った晩100回復だかんね。うん、数値は下がるけど、まあ死ぬよりはいいよねみたいな。パンくれ、パン。毒消し、毒消し食う。あ、あ、あこれ何なんだよ。だから殴ってから来んの何なんだ。
約束。ダメだ、回復なんかしたら死ぬ。マジパンね、これどっちみち死んでたが。人形よけ出たのんな。動いやこれさ、結局さ、盾はやらかしたよ。時の瀬名も使わなかったよ。時の瀬名の存在ね、頭にねえんだよマジで。覚えとかないとな。でもさ、結局餓死してたじゃん。そもそも餓死しそうだなと思ったから皮つけたわけで、いや毒草つうかさ、もうラリホーとかもう分かってて食ったしな、まあ、結果論だけどね。うん、いや、あのね、引きは相当良かった。はぐめた引けたし、バイキルトもめっちゃ出たから、引きは相当良かったよ。で、人形よけも引いたから、パンさえあれば全然あった。あとはスカラがもうちょい引ければって感じだったかな。まあどっちみち餓死だね。うん、餓死だったっす、あれは。まあでもそれを引いてもあまり多いほどひどいミスだったわ、あれは。時の砂使えっつう話よね。まあ、ちなみに時の砂で戻してハグメタつけてたら、もっと早く死んでたっす。てか俺インパスも持ってなかったっけ、あの時。いやー、ダメだったっす。パンなかったっす。くー、人形よけは相当良かったんだけどな。だいたい人形よけか、盗賊は欲しいからさ、やっぱ。どっちかかな。今回は、やらかしてしまったということで。この辺で終わります。きっちーまずで。